三菱機83戦後、アメリカ軍に接収され試験飛行中の十8 3八8 3は、第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の試作戦闘機。開発、製造は三菱重工業。設計事務者は、久保富夫。日本陸海軍機として、日本で開発された航空機の中で、史上最高速を記録したが、実用化前に、 第二次世界大戦終戦を迎えた。太平洋戦争に先立つ日中戦争において敵地深く進行する日本軍の爆撃機は国民革命軍の迎撃戦闘機にあってしばしば停滞損失を出した。また、帝国陸軍は敵地奥まで進行して爆撃する戦略爆撃の重要性を強く認識し日中戦争では実際に 中華民国政府が疎開した重慶を爆撃していたが、これを実行するには、爆撃機に随行して護衛できるだけの長い、航続距離を持つ、遠距離戦闘機の開発が必要不可欠であった。当時の単発機ではこの目標を達成できず、また戦略偵察機たる百式司令部偵察機の後継機の必要性も、同時期に囁かれていた。ここから、 総発複座の高速遠距離機の開発が唱えられた。1941年5月23日、陸軍は爆撃機の直演を目的とした長距離戦闘機の開発を三菱に指示。この機体には機83の機番号が与えられた。当初の要求概要は以下の通りである。というものだった。三菱は排気タービン付新型エンジン波214、ルを選定し、 用途は爆撃機援護を最重要目的とした機体を設計した。すでに太平洋戦争が始まっていた1942年4月に実物大模型が完成し審査を受けた。その時点では1943年に試作1号機を完成させ、1944年夏には審査を完了させる予定であった。しかし、 この段階で陸軍からの要望が2点3点し、基本仕様の決定が遅延することになった。戦闘機操縦者からは、策的視界の良好化、警戒性の向上のための機体の小型化、翼面積を小型化し34平方メートル程度にすることが強硬に求められた。これに対し、三菱側では、前方武装強化や後部席の武装廃止等の武装の変更、 エンジンの変更を検討し、その度に使用の見直しが行われた。運動性を重視するために単発カーンまで提示された。加えて本機は途中から海軍との共同開発となったため、海軍側の要求も取り入れなければならなくなった。さらに陸軍はこの航空機を司令部偵察機や襲撃機としても転用できる、要汎用性を要求した。このような経緯から、 設計方針が固まらなかった。結局、1943年7月8日、三菱ではこの航空機を総発複座戦闘機とした。後方武装を廃止し、配部座席には特別な場合のみ同乗者を搭乗させるということで使用を固めた。この使用では、本機は航空での敵戦闘機を撃墜するための機体と定義されていた。 さらにつかささだへの転用のため高速性能が重視された。胴体後部の同乗車席は天外を持たず、胴体上部と左右に設けられた窓で視界を確保した。三菱では、この仕様をもとに設計、試作を進め、試作第1号機を1944年10月に完成させた。しかし、Q83 は結局生産には入らなかった。それは、 日に日に荒廃していく日本の航空産業の生産力が迎撃機に集中していたためである。アメリカ軍に接収され同国の国籍標識を描いた機八十三8九百四十四年十一月より、各務原飛行場で審査が開始された。本機の安定性や操縦性は優れており、操縦に要する力は百式、つかささだよりも軽く済んだ。速度については、 計画値だった高度9000メートルにおける時速704キロメートルには届かなかったが、それでも高度8000メートルで時速686.2キロメートルを記録、また高度5000メートルでは時速655キロメートルを発揮した。また、日本機には珍しく排気タービンによるエンジントラブルに悩まされることが少なかったと伝えられている。ただし欠点として、 エンジンの振動が気になることと、ビブもまた振動して安定を損なう傾向があることが指摘された。ビブ振動についてはとりあえず水平尾翼に支柱をつけることで対応し、増加試作機において抜本的な改良を行うこととした。続いて1945年4月までには2号機から4号機が完成したが、昭和東南海地震と空襲の激化がそれ以上の生産を阻んだ。 このうち2号機は3月の試験飛行時に風防、天外が破壊されて飛散する事故を起こして墜落し、テストパイロットが殉職する事故を起こして失われた。また3号機と4号機は6月に行われた、各務原飛行場への空襲によって破壊、消失した。終戦時には松本飛行場に疎開して試験を続けていた1号機のみが残ったが、進駐してきた。 連合国軍の一国であるアメリカ軍に現地で接収される。1号機はそのまま松本飛行場で性能試験を受け、アメリカ軍機用のハイオク炭化燃料を使用し、高度7000メートルにおいて計画値を大幅に上回る最大速度時速762キロメートルを記録した。この記録が間違いなければ、1943年に高速研究機器78、 建造が記録した時速六百九九九十キロメートルやアメリカ軍最速の p 五十一 h を超えるものであるが記録自体は戦後の混乱に紛れた。なお、建造の記録は高度三千五百二十七メートルでのもので p 五十一は単発機であるなど条件が異なる。機体は後に技術的検査のためにアメリカ本土に輸送されたが同地における 性能試験の記録は伝わっておらず、後に焼却処分になっている。もし戦時中に実戦配備されていれば、アメリカ海軍の海7海とよく似た性格の総発高速機になっただろうと考えられる。実際そのシルエットは非常に似通っており、細長の胴体によくかの強力な総発エンジンという発想を同じくしていた。本機の構造は、 オーソドックスな中翼単用、創発形式である。翼は、操流翼系を採用し、全金属性、応力外飛構造、公園にスプリットフラップが装備されている。降着装置は、エンジンなせる内に後方引き込み式に格納される。足は、オレオ干渉機構を持ち、時速 160km から時速 180km で、着陸する本機の衝撃を受け止める。 オリンは空気抵抗軽減のため引き込み式。本機は右予曲折を経て設計案がまとめられた戦闘機であり、内部構造は移植である。百式、つかささだや二式複座戦闘機、トリューのように鉱石が専用の天外を持って胴体上部に突出しておらず、鉱石は胴体内にすべて収められている。鉱石の同乗者の視界は胴体上部の窓、 胴体側面左右に設けられた窓によって確保される。後方武装は100式、司さだみ型と同様に装備されていない。983は、戦闘機的な性格が強く、同乗者を考慮しない、短座戦闘機型と同乗者を考慮する、指揮官機型の区別があった。しかしながら、司さだ的な性格として4式自動操縦装置や、充実した無線装置、 後方装備を備えている。この鉱石と胴体前方にある前席との間には巨大な燃料タンクが配置されている。鉱石と前席の連絡には3号機内通話装置2型を使用した。また、本機は陸軍機の長所として同時期の戦闘機と同じく充実した防弾装備が施されている。 操縦車席背面及び同乗車席背面には 12mm 厚の防弾鋼板が、さらに操縦車席頭部後面には 8mm 厚の鋼板が装備されていた。翼内燃料タンクは自動消火装置を装備している。また、左右翼内の1番から3番までの燃料タイク内には窒素ガスを封入し、気化したガソリンが被弾時に爆発しないよう防御を施した。 この部分のタンクの容量合計は1560リットルに達しており、爆発の危険を軽減することは非常に重要であった。胴体内部の主タンクはセルフシーリング式にゴムで覆われてボールをタンク化されていた。ゴム圧は16ミリメートルであり、多層構造であった。武装は機種に集中している。555 i 合計30ミリメートル機関砲2門。 保護口径2 0ト、mm、ル機関砲2門を胴体全部仮面に備えている。弾薬は歩1 5 5愛が各80発、保護が各160発であった。これらの武装は1 2ト、mm、ル厚の防弾鋼板で防御されていた。計画当初の故障。遠距離戦闘機型である。計画当初の故障。司令部偵察機型である。 1941年6月、陸軍は百式、司笹笹の後継機開発を三菱に指示した。三菱は同時期に開発していた木83を小改造して、司笹笹化することを計画した。胴体部分を再設計して、操縦席後部の同乗車席を偵察車席に改良したことが木83との大きな違いであった。しかし、 ベースとなる機83の開発遅延に加え、空襲の激化による戦局の悪化と地震の被害が重なり、開発は計画だけで終わった。襲撃機型。三菱に基番号が与えられたものの計画のみに終わった。計画値。ありがとうございます。